はい。じゃあ、亀岡です。いや、日本株ですね。上げ上げで爆上がりしてますよね。まあ、そうした中ですね。まあ、どのですね、銘柄も結構上がっちゃってるんじゃないか。もう手を出せないんじゃないかと皆さん思ってるかもしれないんですけども、今日はですね、まだ間に合うかもしれないということでね、反発がこれから期待される業績、業績の回復がですね、著しいですね。そんな、あまあ、出遅れ期待株参戦ということでね、えー、ご紹介していきたいなと思っています。ただですね、株式投資は当然自己責任ですし、 皆さんの方でね、タイミングであったりとか、まあ実際のですね、チャートなどは調べてもらうことを前提にしますのでね、えー、その点だけはぜひ注意をしてくださいという中でね、まあ今日もアゲアゲなので、まあ日本通りですよ。まあちょっとね、喉が乾燥して、えー、よく出ないですけどね、うん、これは、まあ、アレルギーなんですけどね。まあでもやはり、このお高お景気状態といいますかね、お祭り状態ですよね、えー、日本株がですね、 まあ、ここのいった状況ではですね、僕もテンション上がっちゃってますので、まあ2本取ろうかなということで、え早速元気にいってみたいなと思っております。あ、4000ですかね。ごめんなさい。なので4つあります。うん。ということで、いってみたいなと思うんですけどまず浅い火星ですね。え利回り3%以上なのでね、悪くはないなと思うんですが、えー、今ですね、えー、上昇トレンドが、えー、大きくですね、形成されつつあります。もう200日の平均線もね、えー、75日も、そして、 うん、この25日もサポートされながらですね、えー、徐々に、えー、トレンドをね上,上に向かってい、えー、ってると。ただですね、これ、浅日活躍、なぜ紹介したかというと、じゃあこれを引いて3年チャートで見るとね、うん、まだまだ前回高値から見ると、定位のあるように見えます。まあ、上昇の上り途中ということですね、まあ、上り量がですね、えーまあ、ようやくこう、ね、日本、昔話だったら、 こう曇りを突き抜けようとしてるその手前ぐらいですよね。ぼや、よい子につって、この渦巻きの雲の中に入っていくぐらいっていう形ですかね。うん。小流圏であれば、小ぐらいですよ。小みたいな。流圏まで言えてないみたいな。まあそういった状況に見えますので、あくまでテクニカル上ですよ。うん。なのでね、えー、まあそういった意味では上昇トレンドが継続するんだったら、まあ面白いんじゃないかなということで、まあほとんどね、えー、いろんなユーチューバーさんのチャンネルとかって注目株って言っても、もうなんか、挑戦未遂とかね、えー ね、日本優先とかもうなんかもう上、新高値突破して、こっからしょう、ね、紹介するのかよみたいな銘柄結構多いじゃないですか。か僕のチャンネルはね、少なくとも、まあ、出遅れとかね、えー、業績が回復してるけども、まあ、定位にあるとか、まあ、そういった銘柄だけを中心に話してますからね、まあ、その方がまが面白いんじゃないかということで、あえてそっちに振ってるってこところになりますけども、旭化成はそのね、えー、言った状況に見えますから、まあ、興味がある方は、ご自身で調べてみてくださいということで、 まあ,ね、あとね、これ面白いと思ったんですよね。えー、社内の、まあ、今置き去りになってね、子供がまあ亡くなってしまったりっていうニュースが、こう悲しいニュースが相次いでますよね。まあ、そうした中で、まあ、社内の置き去りの子供をです、ね、減らすようなですね、まあ、そういった、まあえーまあ、電波、受信機ですね、というものを開発したということで、これ確か昨日、今日ぐらいに出たのかな、この IR 情報ですね。まあ、これも面白いんじゃないかなと。まあ、それに社会に貢献できるということで、まあ、注目してるということになりますね。 で浅井活性がですね、えー、業績の方もですね、えー、ずっとコロナ後ですね、2020年から24年にかけて、えーまあ、増収計画でもいますし、まあ、去年はちょっとね、赤字だったんですけれども、これ別にね、えー、増収の中で、減、え、益、ー、っていうのは、まあ、何かしらのリストラであったりとか、まあ、開発費が加算だとかね、特に浅井活性とかだったらあ,あ,あればね、えー、工場を作ったとか、そういった可能性もありますからね。 ま、で、また今年ですね、一応黒字転換予測になってますので、まあ、そういった意味では面白いんじゃないかな、と思い、思っています。で、続いてがね、え、二つ目が、星崎ですね。えー、星ガキじゃないですよ。星崎になりますね。こちらの方が、まあ、株価はですね、まあ、一旦そこをついてですね、えー、今日、ちょうど12月ぐらいですね、再び上昇トレンドで、まあ、この200 2 0 0移動平均線を突破してね、えー、まあ、道半ばにあるように見えますので、 まあこれも面白いんじゃないかなということでご紹介しました。2ヶ月目のですね、えー、高値勤バまで来たということで、まあ業績上振れ増配を交換したということになってますね。で、星崎はですね、えー、自然冷媒化宣言ということで、まあ分かりやすく言うと業務用の冷蔵庫ですね、を,をまあ下ろしてるって言いますかね、メーカーとして、えー、製造販売してるってことになりますね。うん。まあこういったね、ものはやっぱ必要ですよね。えー、特に飲食店であったりとかね。うん レストランであったりとか、まあ、こういったものにね強みを持ってるってとこで業績の方はどうかという中では、まあ、コロナの中でもねでも赤字になってないんですねこれすごいっすよねまあそれだけ強いってことになりますね普通コロナになったらねホテルとかねレストランとか、まあ、ちょっとね設備投資控えようかってなるので普通だったら売れなくなるはずなんですが一切赤字に転落しないというのは すごいと思うんですけど、皆さんどう思いますかと逆にね、この業界全体に精通している人がいたね。精通してる人がいたら、これ私経営者としてもかなり興味があるので、いや、リースだからとかね。そういうのもあるかもしれないですね。あとは、まあ、あの、まあ、リースも一つあると思いますし、まあお、反射が強いということですかね。うん。まあ、そういったところをなんかね、知ってる人がいたらぜひ教えてもらいたいんですけど、ね、なぜ強いのかと。普通だと売上が下がりそうですけどね。まあ、で、さらにね、2023年から、まあ、売上を、まあ、倍増させていくね。 えー、19年から比べるということになりますけども、えー、計画、計画でいますので、で、増配傾向。うん。で、これ面白いんじゃないかな、ということでご紹介しました。で、3つ目ですね。あと2つあります。えー、ユニッチャームですね。こちらのもね、えー、去年9月ぐらいに高値をつけた後、同じですね、12月ぐらいに底を値を、底を値をつけて、再びですね、えー、上昇トレンド継続しています。ただ、まだ200日の1、200日移動平均線ですね、えー、の下にありますので、 まあこれを突破したら、さ、え、ら、ー、なる上昇トレンドをね、えー、加速をしていく可能性もありますので、まあつってもちょっとね、これ頭を押さえられたら今度はまた、うん、元に戻っていくっていう可能性もありますけども、まあそのターニングポイントであるというのもね、面白いんじゃないかなと思っています。で、ユニチュアムですね、レーティングを、強気を継続させてきたと、これ、米大手、どこなんだろう、モルガン・サレイかな。うん。まあその辺だと思いますけども、これ、まあ12月25日でも、最近のまあニュースなのでね、 まあこの辺りも、まあ、上昇に人は買っている可能性もありますし、まあ、こういったレーティングを上げてきたってことがね、何かしら、まあ、姉妹系のですね、もしかしたら海外資本勢力が買っている可能性もありますので、そのね、長本人がね、買ってなくてもですよ、それはさすがにちょっとね、やりすぎなので、やりすぎ工事かよ、ということになっちゃうのでね、深夜番組の、その姉妹系ってますかね、何かしらの手を組んでる、より小柄の、小柄でね、フットワークの軽い機関投資が買っているみたいな。 まあ、そういった可能性もあるんじゃないかなと思っています。まあ、裏の裏を読めばってことになりますけどね。で、ユニチュアムですね、えー。これは、あの、まあ、ペット事業ですかね。こういったものにも進出をしていて、あとは、まあ、おむつであったりとかね、生理用品ってことになりますけども、まあ、震災でね、生理用品確かあ足りなくてね、うんで、非常に困ってるって中で、確かユニチュアムがなんか IR 情報を見たら、まあ、そこにですね、寄付をしたみたいな生理用品ですね。っていうのも見ましたけども、まあ、 えー、売り上げの方ですね、まあ、そういった状況の中でですね、まあ、ずっと右肩上がりで、えー、上げていますね。で、最終益もこれも2倍がなってますね、この5年間の中でですね、かなり業績がですね、えー、いいんじゃないかと。その割には、まあ、株価ね、まあ,あんまりさパッとしないので、まあ、興味がある方はね、いろいろご自身でこのあたりですね、えー、調べてみてもらえたら面白いんじゃないかなと。で、最後がこちらですね。 西松屋チェーンとなりますね。えー、こちらの方もですね。まあ、先ほどの3つに比べると、まあ、ちょっとお、押しが弱い感じはしますけども、まあ、このね、上げ上げの中で、えー、ちょっとね、この、直近、12月から1月にかけて、うん、この、下落トレンドになりますので、まあ、このね、えー、弱い押しにはなりますが、まあ、面白いという投資家はね、いろいろご自身で調べてみてもいいかもしれないですね。で、これ、西松屋チェーンはですね、スーパーですかね、になりますね。 あんま知らないですよ。西町屋チェーンって。身近にないんですかね。僕はもう身近にあったのは伊東洋華堂しかなかったのでね。千住まいなんでね。あの、北千住ですよね。で、北千住って言えば、まあ、伊東洋華堂、そしてポストということになりますから。ポストなくなっちゃってましたけどね。伊東洋華堂はまだあると。西町屋はなんかないんですよね。これ、関東ありますか東京ね。わ <laughs> かんない。もしかしたら超ローカルでね。熊谷とかね。柏とかにしかないのかもしれないですけどね。まあ、僕、千住まいなんで。 僕から見て田舎町も熊谷柏なんですよね。ということで、えー、まあ業績の方はですね、えー、まあ毎年毎年確実に上げてきていますし、まあ、最終益、最終益すごいですね、えー、9倍ぐらいになってますね、えー、5年前に比べるとですよ。ということで、えー、まあ非常にいい、まあ、決算内容もですね、えー、毎年回復傾向、そして業績アップを続けているというところがね、今回特集のテーマになってますので、まあ、4名からどれもそうであり、かつ、 まあ直近ちょっと難聴で押していたりとか、まだまだ出遅れてるっていう銘柄をね、えー、集中してご紹介させていただきましたが、基本的にはあと皆さんの方でね、ちゃんと調べてくださいと。で、こういった特集ですね、えー、あと今週、来週とね、えーまあ、日本株が上げ続けている限りですね、まあ、ちょっとやっていきたいなと思っておりますので、興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録の方もお願いします。ということで今日は以上です。高速で。